おはようございます。2日目の朝です。2日目というか、昨日ね、急遽一泊しまして、で今日は朝起きて、今が9時ですかね、9時前です。今から、少しグラグラっとして大阪に帰りたいと思います。OK です、はい、ありがとうございます。いい天気ですね。でこれでとりあえず駐車場まで行きます。ただ駐車場がどこか忘れたんですね。確かこっちなんかね、ぐるぐるっと回ってきた感じなんですけど、多分合ってるけど、何階に車を置いたかが、オドルラニアソンソン、見てください。これ高知っぽいですね。あった、ありました、私の車が。 OK、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  OK。 じゃあ、今からちょこちょこっと観光していきたいと思います。レッツゴー Vlog。 ということで、大阪帰る前にちょっと徳島といえば徳島ラーメン食べて帰ろうかなと思って、食べ風呂で、ナンバーワンのお店がこの中華そば猪谷さんっていうね、美味しいと思います。今からちょっと食べていきたいと思います。駐車場はここで、お店構えが向こうなんですよ。そう、信号を渡って、行きたいと思います。中華そば猪谷、地元じゃ有名みたいですけどね。営業中なんですけど、なんか閉まってるような。なんか閉まってるような雰囲気。あ、お客さんが入った、入りましたね。じゃあ俺も早速行ってみたいと思います。大肉中肉生卵飯。私は千円札。で50円のすり。猪谷さん、グルメ大賞を受賞した。なんか濃いそう。いただきます。濃いのかな、色的には。いただきます。でもうまそう。肉そば、大麦の猪谷さん、美味しかったです。
肉大盛り、肉大盛り、ライス、卵、ペロッと行きましたよ。さあ、そんな感じで帰ります。ということで、眉山というねところへやってまいりました。眉山、眉山、美しい山って書いて眉山かと思ったんですけど、なんていうかな、眉毛みたいなやつに山、そんな感じ。なんかいますね、なんか西郷さんみたいなのが、中堅八高みたいなのが。ちょっと行ってみましょう。ちょっと行ってみましょう。すごい。見てください、どうぞ。なんか縦札みたいなのがないからわかんない。あ、あった、こういう感じです。モラエスさんです。すごい、ここはなんか夜になったらすごい夜景が見えるらしいんですよ。まあ今は昼なんで、昼というよりもまだ午前中ですよ。あまりね、人混みに行ったらあれなんで、こういうちょっと自然の雰囲気のいいところでちょっと観光して、観光っていうかちょっとブラブラっと見て帰りたいと思います。すごい、一面うわすごいな、なんかいろいろ。南、なんかね、展望台があるみたいです。まだ上がありみたい、まだ上があるみたいですね。行ってみましょう。いいんかな、これ行って。展望テラス、人がねいませんな。ということで、なんか貸し切りみたいな感じで、へえ、結構立ち寄らないですよね、淡路島南ってね。すごい、皆さんも一回来てください。使用禁止。こうしてね、
見るやつがあるんですけど、4階、ちょうど4階ですね、最上階、そこから淡路島が一望できるという感じか。せっかくなんでね、エレベーターで降りましょう。リフレッシュルームとかあるんですね。さあ、エレベーターで下に。レッツゴー。展望テラス、リフレッシュルーム、展示スペース。フードコート。淡路島南、でもね、ここから手紙出したら南淡路市穴が泡がから手紙出したみたいな感じになるんですね。さあ、もうちょっと走っていきましょう。淡路に着きました。淡路はね、行きこれ帰りなんで、反対側っていうかいつもじゃない方、なかなかねここ来ないんですけど、大阪方面から、四国の方に行く時は、の淡路のパーキングはよく通るんですけど、こっちはねあんまり通らないんですけど、止まらないんですけど、とりあえず見てみましょう。恋人の聖地、一人で通ります。恋人の聖地すごいな。蜂にご注意ください。いや、なんかすごい、恋人たちがいますね。後ろにいる人が天翔さんだったらどうしましょうか。なんか体格が天さんみたいな感じでした。
トンビがね、いっぱい飛んでるんですって。なんか息もね、なんか言ってたね、トンビが食べ物を襲うんで、やばい、トンビに俺も襲われる前に、とっとと行きたいと思います。 Vlog。なんとね、珍しいとこ来ました。神戸京橋でね、パーキングで降りたんですよ。すごい見えますか、なんかね、中国みたいな、南京町みたいな感じで、肉まんでも買ってみましょうかね。車の中でいただきます。ちょっとね、気になった豚まんをいただきたいと思います。めっちゃ熱い。ではいただきます。見える？なんか美味しい。美味しいけど、美味しいけどなんか薄いね。薄いけど美味しい。これを食べたら大阪行きたいと思います。 Vlog。 はい、ということで、今大阪に着きました。結果ね、名前は公表することはできませんが、僕の友達が 2,3 日前に倒れて、ということで電話をしてね、大丈夫かっていうことよりも、お見舞いにね、行こうと思って、昨日のお昼ぐらいにその話を聞いて、でもいても立ってもいられずして、だいたい1時か2時ぐらいには出たと。で、向こうに着いたら、ビンビンとは言いませんが、元気でいてくれて、お仕事もしておりましたので、ちょっと一安心で、周りにね、初めて会う人たちがいたんで、ご挨拶がてら、ビールを一杯飲んでしまったので、僕は、昨日泊まったということですね。このまま日帰りで帰ろうと思ったんですけど、1日泊まって今日の朝こうして車で帰ってきたという感じでございます。結局何もなくてよかったです。ただね、後半から僕のなんか、旅行じゃないですけどね、なんか行きたいところ行って
まあただで帰るのはもったいないんでね、いろんなところぐるぐる回っての、旅日記でございました。以上です。よければチャンネル登録お願いします。そして高評価よろしくお願いします。ではさようなら、バイバイ。